皆さんどうも、おかみです。今日はオートミールで簡単雑炊を作ります。材料はこちらです。オートミールが入ったボウルの中に水を入れます。ポン出し、これをよく混ぜます。そしてここに卵を割ります。でこれをチンします。750ワットで2分半チンします。はい、今チンできたところです。黄身がなんか半熟って感じで出来上がりました。じゃあ盛り付けます。器に盛り付けたらネギと刻み海苔を散らします。はい、そして白ごま。はい、完成です。いただきます。うわ、美味しそう。めっちゃ美味しい。今私ダイエットをしてるので、オートミールを使ったレシピをやってみたんですが、オートミールっていうのは白米に比べて糖質が控えめなんですね。で、あと食物繊維が多めなのかなっていう感じで、白米より糖質が低いからといって2倍も3倍も食べたら多分太っちゃうと思うんで、このぐらいの1人前の量で押さえとこう。美味しすぎてね、いっぱい食べたくなっちゃうんでね。ほんとなんかおかゆって感じ、体に優しいって感じの味ですね。味噌とか入れてもね、美味しいと思います。皆さんどうも、おかみです。今日はオートミールでホットミルクがゆを作ります。材料はこちらです。ボウルにオートミールと牛乳を入れます。750ワットで1分半チンします。今チンし終わったところです。いい感じになってます。バナナを切ります。ナッツはこういうコップの裏か木の棒か潰せるもので、細かくすると食べやすいです。はい、こんな感じですね。冷凍のミックスベリーです。で盛り付けていきます。蜂蜜をかけます。はい、こんな感じですね。これで完成です。いただきます。うん、うまいじゃん。オートミールって何でも合いますね。食物繊維もたっぷりでお腹にたまりそうです。ダイエット中に甘いものを食べたい時にぴったりだなと思いました。皆さんどうも、おかみです。今日はオートミールでチーズリゾットを作ります。材料はこちらです。はい、まずマッシュルーム、ウインナー、玉ねぎ、人参を細かく切っていきます。はい、マッシュルームはスライスでいいですね。ウインナーも斜めにスライスします。玉ねぎはみじん切りします。人参も玉ねぎと同じぐらいの大きさに切ります。はい、こんな感じで全部の材料が切れました。そうしたらオートミールが入ったボウルの中にすべて入れます。水、牛乳、これをよく混ぜます。750ワットで1分半チンします。こんな感じですね。はい、そしたら ここにチーズ、ミックスチーズです。コンソメ、塩コショウ、よく混ぜます。750ワットで3分間チンします。はい、うわ、美味しそう。うわ、いい匂い、シチューの匂いがします。混ぜてみます。おお。じゃあもう火も通ってると思うので、これを盛り付けます。パセリです。はい、完成です。いただきます。うわ、チーズが伸びます。おいしい。人参と玉ねぎの歯ごたえ最高ですね。ダイエットのことを考えると、チーズとかウインナーとかハイカロリーなものが入ってるので、まあ、カロリー的には低くはないと思うんですけど、ご飯で作るリゾットよりは糖質が控えめなので、そういうところはいいかなと思いました。すごい美味しいです。これめっちゃおすすめ。
皆さんどうも、おかみです。今日はオートミールおにぎりを作ります。材料はこちらです。はい、そしたらまずオートミールに水をかけます。そしてこれをレンジで温めます。じゃあオートミールを温めている間に具材を細かく切っていきます。今日はみょうがと大葉を使います。こんな感じで細かくできました。はい、今1分温めたところです。ちょっと混ぜます。米化してますね。そしたらここに揚げ玉、七味をお好みで入れてください。大葉とみょうがを入れて、塩ですね、あと本だしを、あと醤油をちょっとだけ垂らします。これでよく混ぜます。はい、じゃあこれを握ります。はい、これで盛り付けます。いただきます。うん、おいしい。ご飯みたい。おいしい。これお腹にたまりそう。七味がピリ辛で効いてます。揚げ玉はなんか全然感じないな。消えちゃった。みょうがはすごい存在感がありますね。シャキシャキしてて香りも良くて美味しいです。皆さんどうも、おかみです。今日はオートミール明太子クリームを作ります。材料はこちらです。はい、まず容器にオートミールと水を入れます。これをレンジで1分加熱します。レンジで加熱している間に大葉を刻みます。2等分してくるくるっと巻いて、こんな感じで千切りします。はい、今レンジで加熱し終わったところです。ここに牛乳を入れます。コンソメ、塩コショウ、これでよく混ぜて、混ざったら再度電子レンジで加熱します。今1分加熱したところです。いい感じですね。それじゃあ盛り付けます。明太子、あと大葉ですね。はい、あと海苔です。これで完成です。いただきます。うん、うまっ。おいしい。これおいしい。1リットルぐらい食べれそうです。でも一応ダイエット中だからこれで我慢しようと思います。はい、という感じで今回はオートミール明太子クリームを作ってみました。明太子クリームパスタを食べてるような感じになります。ダイエットに最適だなと思いました。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてください。それじゃあまたね。バイバーイ。